あれ、あいつら。うるさいな、こっちは客だぞ。なんだてめえ、ざけんじゃないぞ。これは。お前、孝太郎かぽいな。なんだてめえ、お客さんに対してその態度はよ。うるせえ、客だからって偉そうにしてんじゃねえ。あれは孝太郎。またバイト先で揉め事を起こしたのか。止めに入る、放っておく。止めようぜ。おい、孝太郎、何をしているんだ。あ、ケールさん、ちょっと今取り込み中なんだよ。後にしてくれ。取り込み中ってお前、こいつら客なんじゃないのか。そうだよ、俺らお客様なんだよ。あんたこいつの保護者とか、どういう教育してんだったくよ。ケールさん、関係ねえだろ。ざけんじゃねえぞ、ザコ。ザコだ、調子乗ってんじゃねえぞ。ザコはどっちか教えてやろうか。あ、お好み焼き屋さんよ。そうよ、お好み焼き屋にとかって言ってたの。おい、お前らもやめとけ。こんなところで大声出してたら周りの迷惑になるだろうか。やけましいおっさん、てめえはこいつの知り合いなら責任取ってもらおうじゃねえか。キュウリだかヘチマだか知らねえが、てめえを求めてボコってやるぜ。やったらキュウリ扱いされてんな。おっつ、いや、なんか面白いことして倒してんだけどな。おい、ちょっとヒートアクション多彩すぎてな。おっと、掴み引かないか。コンビ技使えないからダメか。タメ技で、ほら、はい、はい、完全にそこまでする必要ないやつ。クソ、てめえら一体何者だ。俺はお好み焼き屋だ、ビビってか。ちったらじゃおかねえからな、覚悟しとけよ。いやいや、いいことした後はすがすがしいな。さーて仕事に戻ろう。店長ですか。どうもこんにちは。すまんが、君はクビだ。なんでだよ。お客さんの態度に文句を言って、あげくに殴ってしまうなんて、とてもじゃないが、うちには置いておけない。悪いが、もう来ないでくれ。またクビですか。ったく何がいけないんだよ。さっきの状況を見る限り、問題山積みのようだが。とりあえずさっきの店で何があったのか、順を追って説明してみろ。さっきのさ、回想シーン。満席ってどういうことだよ。俺たちは腹減ってんだよ。満席は満席だよ。席がないんだからしょうがないだろ。てめえ、お客様に対してなんだその口の聞き方は。しかもおい、奥の席空いてんじゃねえかよ。あそこは予約入ってんだよ。予約だ、知るかんな。もう空いてんだから食わせるや。うるさい、食いたいなら順番待て。待てないな、他の店行け。なんだてめえ、お客様に対してその態度はよ。あ、で、ここで、4代目が来ると。っていうやりとりね。なるほどな。俺の言ってることなんか間違ってんのかな。いや、お前の言ってることは間違ってない。ただ、言い方が良くないんだ。お前はあくまでも店員なんだから、店員らしい対応の仕方ってのがあるだろう。店員らしい対応の仕方？なんだよそれ。お前がどっかの店で飯を食うとき、店の人間はみんな丁寧に相手してくれるだろ。ああ、そうだな。確かにみんなヘコヘコしてるな。でもあれはおかしいだろ。客だからってそんな偉いわけじゃないじゃん。いや、客が偉いからヘコしてるわけじゃない。客が気分よく飯を食えるような場所にするのも店員の仕事だってことだ。客の中には偉そうにしてるやつもいる。だがそういう客が相手でもちゃんともてなすのが店員の仕事だ。客に向かって文句を言ったり、ましてや客に手を挙げるなんてことはやっちゃいけない。なるほどな、よくわかんないけど、わかった。大丈夫かこいつ。あんまりやったことないけど、ヘコヘコしてみることにするぜ。それは違う、そういうことじゃないんだ。それでも客は殴らない。それは、ケリーさんと約束するぜ。そうだな、約束だ。なんか違う気もするけど、まあ約束だ。
よし、そうと決まれば早速仕事探しだ。キルさん、ありがとうな。仕事決まったら連絡するぜ。まあこいつ面接は受かってるからな。どういうわけか。じゃあしばらくしたら光太郎からメールが来たりするのかな。お、仕事決まったぜ。キルさん聞いてくれ、新しいこと見つかったぜ。寿司銀っていう寿司屋で働くことにした。キリュウさんとの約束だから絶対客は殴らないぜ。食いに来てくれよな、待ってるぜ。殴る殴らないっていう問題じゃないんだけどな。あ、ってかこれ小太郎じゃね。ううあれあれ、なんか合わねえ。もっと近づかないとダメか。おい、光太郎、どうしたんだ。約束守ったぜ。おい、ボコられた、お前、もしかして。客、殴らなかったぜ。どうだ、ビビったか。そういうことじゃねえんだよ。ひどい怪我じゃねえか。とりあえず、どっかで横に。おわ、さっきのやつらだろ。あれ、この間のおっさんも一緒じゃん。お前ら、なんかたまたま通りかかったらそいつが店の前で掃除してるわけ。また偉そうな態度を取ってるのかと思ったら急にヘカヘカしやがってさ。俺らの時の態度は何だったんだろうな。ムカつくよな。そうそう、ムカつくからボコっちゃった。キャハハハハ、そいつビビって手も足も出ねえでやんの。僕らの楽しかったからさ、友達も呼んできちゃった。ブハハハハ、キャハハハハ、てめえら。おお、怖い。その店員は反省して殴られてくれたのに、あんたはそういう態度を取るんだ。こいつは反省して態度を改めた。それはてめえらを見たんだろ。にもかかわらず、なんだこれは。反撃してこない相手は遊び感覚で殴るなんてまともじゃねえ。ったく説教かよ。これだから親父は嫌いだぜ。いいよ、こいつもやっちまおうぜ。この間とは人数が違え、負けるわけねえし。いいぜ、来いよ。大太郎が手を出せなかった分、俺がお前らを殴っているぜ。いい度胸じゃねえか、おっさん。おい、こいつもボコボコにしてやろうぜ。おい、死にてやつだけかかってきやがれ。楽しませてくれるんやろな。おら、もう一人倒した。やべ、なんかヒートアクション使わねえと。ほら、ドス持ってるやついんな。お前を倒ダクス、この野郎。自転車なんか使うな、この野郎。やろう、ほら、スリーで重宝したやつ。スイーパワー貯めて、やべ、ほいで踏む、ジャンプ、そしてさらにそれ以上する必要ないやつ。これ以上殴られたくなったら二度と目の前に現れんじゃねえ。ひぃ、光太郎大丈夫か。俺は元殺し屋だぜ。甘く見てもらっちゃ困るね。一人も殺したことないくせに。無事ならよかった。またキリさんに迷惑かけしまったな。悪い。いや、気にするな。おい、光太郎。大将。ちょっと裏に食材取りに行ってる間にお前。いや、すいませんでした。おやすさん、目元を起こしてしまってごめん。やっぱり俺、首かな。首、そんなはずねえだろ。え？さっきのチンピラども、お前が追い払ってくれたんだろ？え、あー、いやー。
あいつはしょっちゅう店の前で騒ぎ立てる迷惑な奴らだったんだ。店の常連からも何とかしてくれと頼まれてたんだよ。今度来たら文句言ってやろうと思ってたところだ。追い払ってくれてありがとうな。はあ。お前は元気もやる気もあるし、何より筋がいい。いろんな店で働いてきたからだろうな。うまいものってのが何なのか分かってる。まだまだ半人前だけどな。それじゃあ、お前にはうちでしっかり働いて一人前になってもらう。お前が辞めてって言っても、一人前になるまでクビにしてやらねえから覚悟しとけ。怖えな、それ。多少口の利き方がなってないが、まだそれくらいの方が期待がいがある。はっはっは。俺のことここまで褒めてくれたのは、おやすさんが初めてだぜ。おやすさん、あんた、やっぱ見る目あるぜ。そのポーズやめろ。俺は見込んだだけのことはある。自分が言うな。偉そうな口は一人前になってから聞くんだな。ほら、掃除が終わったなら戻ってこい。仕込みも手伝ってくれ。あ、いいよ、そのポーズもやめろ。なんか手から横取りしちゃったみたいで悪いね、キリュウさん。気にするな、いい働き先が見つかったじゃねえか。そうだな、俺、ここでしばらく頑張ってみるよ。いつか自分で店とか開きたいぜ。おい、孝太郎、早く来て手伝ってくれ。おっと、やべ、キリュウさん、またな。うまい寿司作るから、食いに来てくれよな、そのポーズもやめろ。経験値5000。よし、レベルアップ。で、すぐそこにサブストーリーのやりかけがあったはず。こいつだな。深夜君ごめん。使えねえな。ったく、なかなかカムジョンできてんじゃねえよ。今の前髪作ってお名前がパーじゃねえか。ああ、ちょっと。なんか喉痛いんで、ちょっとこれ飛ばしますね。すいません。てかそう、マジで計算が、なんちゃらかんちゃら、なんちゃらかんちゃら。まあ要はこいつがなんかあと見つれたやつをはめようとしてこの女を使ったわけね。で、まあ計算外だったのが、まあユウヤがこの500万、普通に肩代わりするみたいな感じのことを言ってるから。ミツルをやめさせようとしてるのに、それがうまくいってないってことだ。やはりカズキの読み通りか。こんなしょぼいおっさん一発投げればダメるって、どこをどう見たらしょぼいんだ。怒らせたらやばいおじさんでしょ。お、ボクサーかこいつ。ちょ、トラ落とし使いてえな。おい、決まった。やべ、一発で出ると思わなかった。ちょっとね、レベル上げすぎちゃってトラ落としが使えるようになっちゃったんですよ。で、ユウヤに作ると。ミツルの500万お前に払ってもらう。ミツルにも伝える。ミサのみんなに伝えるかどうかミツルに任せる。飛ぼうなんて考えるな。きっちり肩にはめてやる。こんな店こっちから流せた。飛ばせねえって言ってんのに。金ならいくらでも払ってやるよ、クソが。まあこいつなりになんか信念があってホストやって出たわけか。俺お前見せるつもりはない。はいはいはい。お前よりの隙があるなら店長としてできる限りのことはするつもりだ。すいませんでした。いやー、これで更生するか。普通そんなちょろいわけねえだろ。もう一度探すと働かせてください。なんか三文芝に見えんだよな。
ちょっとこのサブストーリー適当に作ったように見えんだけど。あの深夜ってホストも何か一つ壁を越えたに違いない。そうかな。典型がこのすぐ近くにあるはず。こいつだ。ん？あれは。ねえ、ええやんか。ちょっとやめて。そんなこと言わんと付き合ってよ。話して。その手を離しなさい。ヒーローケンさん。あ？女性が迷惑しているではないかい。そうそうにパスリーなさい。何やった？言ってもわからないようだね。ではかかっていきなさい。てめえ。おら。相打ち。これ上1番目と3番目難しいところなんだよな。挑発はなんか使ってそうだ。ひらめいた。来た。典型が我典型を得たり。鉢巻きネクタイマン。典型が来た。ふざけたような恐ろしいものだ。時には気の小さい弱い男を勇者へと変貌させてしまう。酔っ払いが女性にしつこく言い寄る男を挑発し、返しのカウンターキックを決める。見事女性を救った勇敢な酔っ払いを正義の使者鉢巻きネクタイマンと名付けよう。なんか全体的になんか文章がかっこいいし、このネーミングセンスもなんかなかなかのもんだな。徳島の夜を桐生一馬のひらめき日記。右にスタミナ X の広告までつけてるし。挑発の極み。よし、じゃあミレニアムタワーすぐそこにあるから真島のとこに行こうか。そこに行けばメインストーリーが進むはず。人いっぱいいんな。立ち入り禁止になってるっぽいし。はい、通りますよ、通りますよ。失礼します。逮捕。真島が逮捕されるのって珍しいんだよな。真島の兄さん、ワンの頃からいろいろめちゃくちゃやってたくせに逮捕されたことは意外となかったから。真島の兄さん、キリュウちゃん、久しぶり。おい、どこへ行く。勝手に動くな。何があったんだ。うまいことはめられてしもた。これでしばらく身動きが取れへん。誰にやられた。大吾や。なんだって。堂島大吾や。大吾が。おい、勝手に話すな。そこの君を下がりなさい。オウム執行妨害で逮捕するぞ。おお、なんだその口の利き方。急ぎや、キリュウちゃん。全部の事件はつながっとる。25年前のやつも、100億の事件も、安子ちゃんのやつもや。なんだと。
このままやと俺らの登場会が潰されてまう。それに今はヤスコちゃんが危ない。お前しかおらん。あとは頼んだで。いや、逮捕されるのも珍しければ、真島がキリに頼み事してくるのも珍しいな。いつも四代目が真島に頼んでばっかりだったかな。登場会戻ってくれとか言って、自分は戻る気ないのに。あ、ここでこの章終わりか。よっしゃ、ちょっとサブストーリーだったり典型とか挟んだけど、ちょっと次からはメインストーリーを、軸にやって、サブストーリーはちょっと後回しにしようかなと思います。ではまた次回お願いします。ありがとうございました。